こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。韓国海軍によるいわゆるレーダー照射事件は、記憶に新しいものでしょう。事件は、2018年12月20日に発生しました。韓国海軍の駆逐艦である広平木土大王が日本の自衛隊機に火器管制レーダーを照射したという事件です。この事件については双方の主張が食い違い、平行線のまま現在に至っています。事件の発生時に公開された映像や現場の状況を考えると、韓国海軍が主張するように、日本の航空機が異常な低空飛行で韓国空軍機を威嚇してきたという主張に信憑性があるとは全然思えません。時間は過ぎていきますが、このレーダー照射事件の全貌は明らかにはならないようです。残念ながら結局のところ、うやむやで放置されることになりそうです。悔しいですけどね。この時、韓国から火器管制レーダーの照射を受けたのが、P-1 哨戒機だったのです。 P-1 は2013年平成25年3月から実戦配備が始まりました。その前はアメリカロッキード社が製造した P-3C オライオンでした。この P-3C オライオンという戦闘機は世界20カ国で使用されていた人気の機体で、言うなればベストセラー機という位置にいました。海上自衛隊では P-3C を国内企業である川崎重工業によるライセンス生産を行い、98機を製造しました。その他に完成品3機を輸入しましたから、合計で101機の機体を1978年昭和53年から1997年平成9年の約20年間購入し運用してきました。20年にわたって活躍した P-3C オライオンですが、逆に表現すると老朽化したとも言えましょう。その代替として選択された機体がP-1 哨戒機でした。国内での生産、川崎重工業と防衛省との共同開発で生み出された戦闘機で、オライオンが引退した約10年後の2007年に初飛行しました。そして、6年後の2013年に配備がスタートし、予定としては計70機以上の生産が考えられているということです。P-1 哨戒機のデータを紹介しますと、乗員は11名、全長 38.0m、全高 12.1m、全幅 35.4m、最大離陸重量 79.7トンということです。機関部には、日本の IHI 社が製造した、F7IHI-10 ターボファンエンジンを4機備える予定となっているそうです。数値を見る限り、先輩機である P-3C オライオンが少し大きくなったものと言えるでしょう。その中での最大の相違点は機関部です。今まではプロペラを使用するターボプロップ型だったのですが、今回から
ジェットエンジンへと変更されています。このターボファンエンジンも IHI 社旧石川島播磨重工業が製造した日本の国産エンジンですから、川崎重工業を主体として開発された本体も含めると、長年の念願であった全て国産で製造された戦闘機であると言えるでしょう。これだけでも日本人にとっては誇らしく感じられますよね。 P1 哨戒機は P3C オライオンと同じように機体前方下部にウェポンウェイ爆弾クラを備えているので、対潜航撃用の武器や爆弾が収納可能です。それに加えて主翼下部に空対艦空対空ミサイルを吊り下げることができるスペースが8箇所あります。ウェポンウェイは機体内部に設置されていて、ドアを開けて投下する爆弾庫です。内部にあるので当然外からは見つけられることが少なく、ステルス機能に優れているとされています。この P1 哨戒機が搭載しているMAX 8発の空対艦空対空ミサイルは、先輩機 P3C オライオンに4発搭載していたのに比べると倍になっています。ということは、主要任務とみなされている哨戒活動だけではなく、一朝有事の際の攻撃力についても増強されていると考えられます。原資が税金ということから、一番気になるのが費用ではないでしょうか。 P1 哨戒機開発に費やした経費は約3500億円と言われています。これまで購入した戦闘機1機あたりが約175億円ですから、調達中の F35 ライトニング2戦闘機1機あたり価格約116億円と比較しても高額な機体ということがわかりますね。 P1 哨戒機を海外に輸出したいと望む日本政府は、今までの P3C オライオンの代替を目指す複数の国、イギリス、ニュージーランド、ノルウェー、カナダなどを対象に門戸開放を求めましたが、どの国も感触が鈍いようです。詳しく説明しますと、上記の国の中でもイギリス、ニュージーランド、ノルウェー3カ国は、すでにアメリカから P-8 哨戒機の導入を決定したそうです。カナダが残りましたが、この国も厳しいだろうというのが多くの一致した意見ということです。武器輸出三原則が緩和されたといっても、武器輸出に関しては全く実績がない日本には、ハードルは非常に高いと思われます。しかも、P1 哨戒機は稼働率が低いとも言われています。日本が国内生産にこだわって、それを現実のものとした点は大いに評価されてはいるのですが、いざ運用となると課題が大きいのではないかと懸念する声も多く聞こえてくるそうです。 P3C オライオンは前述の通り世界20カ国で採用されている人気の機体で、アメリカのロッキード・マーチン社が製造しました。その後輩機である P8 哨戒機はロッキード社ではなく、ボーイング社が開発したのです。航空機で名高いボーイング社が製造した P8 は、民間用旅客機737を基本にしているそうで、信頼性や安定感が高いとの評判です。
実は、戦闘機については、ボーイング社がロッキード・マーチン社に遅れをとっていました。何と言っても、ロッキード社には、F-35 ライトニング2戦闘機があります。しかし、この P-8 哨戒機は西側諸国にとっては標準規格、ディファクトスタンダードになりそうだと推測されていますから、ボーイング社がロッキード社より一歩先んじることになりそうです。ただ、ここに問題があります。アメリカは自国で運用している戦闘機と同レベルの機体を海外へ輸出することは許可していません。唯一、オーストラリアだけはアメリカとウクサ協定を締結しているという理由で例外扱いとなっています。このウクサ協定はイギリスとニュージーランドも締結しているので、将来的にはこの2国も例外となると考えられています。ウクサ協定とは正式には、ユナイテッド・キングダム・ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカといい、通信・電波の傍受による情報収集活動用施設の共同利用に関する多国間協定を指します。つまり、防衛面での強いつながりがある関係と言えるでしょう。このような状況に鑑みると、アメリカよりレベルダウンして性能に、制限の RP-8 哨戒機より、日本国産の P-1 を採用したことが後々、ラッキーだったとわかるように、国内の防衛産業には技術を蓄積し、よりよく成長させてもらいたいと思います。